どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、皆さん見ました？今、ANA でですね、新しい新仕様の座席が、羽田とロンドンで今就航してまして、まあ、そちらザ・ルームと呼ばれている本当にね、ビジネスクラスなんですけども、もうドアがついてるね、ドアついててこういう感じで、そのプライバシーがね完全に守られるみたいなね、新しい新仕様の座席が、今ねそちらで、運行されてるんですけども、そちらの、その仕様、新仕様の座席がですね、とうとうね、私ちょっと楽しみにしてたんですけども、こんな早く発表になると思ってなかったんですけども、東京ニューヨーク路線でね、その新仕様の座席の飛行機、ボーイング777-300ER の新仕様の座席の、飛行機がね、ニューヨーク路線にね、就航するというか、まあ、発表があったんですよね。で、時期がですね、2019年の冬ダイヤから、2020年の冬ダイヤの間に、投入しますっていう日程はね、まだ出てないんですけども、2019年の、冬からね、導入されるということで、私今ね、ANA のダイヤモンド修行をね、2019年行っておりまして、あともう一回ね、クアラルンプール発見のニューヨーク路線をやろうと思っているんですよね。で、まだその、この前動画で、本当に2、3日前にアップした動画で、燃油サーチャージがね、安くなりますよね、10月から。っていうことなんで、ちょっと今、発見を見合わせてたところだったんですよね。まだ最後の、ANA ダイヤモンド修行の路線を。ですので、まあ、今回はね、まだ撮ってなくて、で、今この発表があったんで、できればね、私はそのダイヤモンド修行中の、東京ニューヨーク路線の飛行機で、できればね、アップグレードでそちらをね、利用できればな、と思っております。いや、でもね、本当に嬉しいですね。嬉しいっていうか、本当に楽しみですよね。で、本当に、そのビジネスクラス、今のビジネスクラスって、まあ、フルフラットシートにはなるんですけども、まあ、囲われたりはしてないので、まあ、外からね、客室乗務員の方だったり、他のお客さんとかね、まあ、ちょっと角度が悪いと普通に見えてしまうみたいな。まあ、それが今回ね、もう完全に、囲われた状態になるということで、まあ、プライバシーがね、さらに、守られるっていう仕様になってるんですけども、やはりね、新しい仕様の座席っていうのはちょっと、今までと何が違うのかっていうのもね、そういう楽しみもね、私のような飛行機が好きな方からすると、あると思うんですよね。で、これ以外にもですね、実は新しいね、就航、新しい仕様の座席の飛行機が、どんどんね、広がっていきます。10月の終わりぐらいからですね、成田チェンナイ。これはボーイング 787-8。で、まだ未定なのが成田ウラジオストック。で、こちらはですね、新規就航ですね。これは新しく就航するところですね。で、次に、成田バニラがボーイング 787-10 になりますね。で、プラス、次は国内線、羽田福岡、新仕様の座席となって、ボーイング 777-200 で、これがですね、また国内線で、一番最初に成田福岡に導入されるんですけども、これもね、今までとは新しい、違うね、座席になって、モニターがね、プレミアムエコノミークラスじゃなくても、エコノミークラスでもね、電源と、モニターがね、完備される、飛行機となっております。で、こちらもね、順次、導入されていって、札幌とどこだった？伊丹とかね、そういう新しくどんどんね、就航する都市をね、どんどん増やしていくみたいな、順次導入みたいな形で、今後ね、広がっていくっていう感じになるんですよね。で、この羽田
福岡の路線なんですけども、こちら11月の中旬ぐらいに導入予定っていう、もう導入予定がね、発表されてるんですけども、私ちょうどね、これ今8月24日に撮影してるんですけども、8月の本当に来週20何日とかに私、この羽田福岡路線って乗るんですよね。いやー、残念ですね。本当に残念。まあ、こればっかりはまあ、しょうがないんですけども、本当に、あれと思って、でも期間見たら11月だったんで、あ、全然ダメだと思ったんですけども、8月のね、本当に来週、ダイヤモンド修行のね、また続きで、また海外行きますので、それで、そのちょうどそこをね、羽田から福岡行って、そこからまた海外だったんですけども、ちょうどその路線通るんでね、あれもしかしてと思ったんですけども、残念でしたね。まあ、これはまた、来年のね、ダイヤモンド仕様等々でね、まあその新しい新仕様の座席もね、国内線の普通席とプレミアムクラス、まあ両方ね、変わるみたいなんで、まあそこもね、また乗ってみたいなって思う次第ですね。それでですね、先ほど言った東京ニューヨークの、新仕様のね、ビジネスクラス、の座席なんですけど、まあそちらまあエコノミーもビジネスもファーストも全部変わるんですけども、そちら新しい座席なんですけども、先ほども言った通り、まだね、導入予定の日付っていうのは決まってないんですよね。まあ期間は冬ダイヤっていう言い方をしてて、まあそれが10月なのか、11月なのか、12月なのかね、果たして1月、2月なのかも全然わかんない。っていう現時点ではそういう情報なんですけども、まあこれからね、ニューヨーク、まあ10月、まあ冬なんで10月、11月以降にね、ニューヨーク予定されている方は、まあ、もしね、特典航空券で、まあある程度ね、日付がずらせるのであれば、まあこれからね、ANA のホームページ等々で、まあこの導入されるね、日付は、発表されると思いますので、まあちょっと ANA のホームページね、チェックしていただいて、まあこの新仕様の座席、ですよね。まあ、これを、ま、狙っていくっていうのも、ま、一つ楽しみになるかなと思います。せっかくニューヨークにビジネスクラスでもしね、ビジネス、まあ、エコノミーも含めてなんですけども、せっかくニューヨークに行くんでしたら、まあ、新しいね、座席の方がね、やっぱり楽しいですし、まあ、楽しみに増えると思うんですよね。まあ、私がそうなんで、まあ、もしよかったらね、それも合わせて ANA のホームページね、チェックしてもらって、ビジネスクラス、ファーストクラス、エコノミークラスね。まあ、新しい、新仕様の座席でね、行かれてみたらいかがですかっていう感じですね。で、もう一個、先ほど言った、ANA の、ボーイング 787-10 のマニラ路線ですね。マニラ路線もまた新しい新仕様のね、座席になりますんで、まあ、こちらもね、こちらはもう導入予定が10月27日からもう決まっておりますので、まあ、もしね、まあ、予定されている方がいたら、まあ、ちょっとね、座席見てもらったり、もしくはこれからもし利用する予定があるっていう方はね、ちょっとそちらね、新しい新仕様の座席ね、もし当たってるかどうかね、もし狙えるようであれば、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。まあ、せっかくね、飛行機に乗るんだったら、まあ、こういうね、楽しみもね、いいんじゃないかなと、個人的に思います。まあ、今回の動画では、ANA のね、新しい新仕様の座席が、東京、ニューヨークでね、とうとう導入されるということで、ちょっとね、私、ニューヨークばっかり行ってるんで、まあ、とてもね、私的にはすごい大ニュースだったんで、動画を撮らせていただきました。今回の動画は役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。